こんにちは、デリッシュキッチンです。タルトタタン風フレンチトーストを作ります。まずリンゴ1分の1個を2等分にしましょう。芯を取って薄切りにします。6枚切りの食パン1枚に深さ5ミリほどの切り込みを縦横に5本入れましょう。卵1個、牛乳大さじ3、砂糖大さじ1/2をバットに入れて混ぜ、卵液を作ります。ここに食パンを切り込みが下になるようにして入れ、5分漬けておきましょう。バター 10g を中火で熱し、食パンの切り込みを下にしてフライパンに入れます。残った卵液を食パンにかけ、焼き色がついたら裏返しましょう。2分焼いて取り出します。余分な油を拭き取って、バター 10g を中火で熱し、リンゴを入れます。リンゴが透き通るまで炒めたら、砂糖大さじ1を振りかけ、しんなりとするまで炒めましょう。炒めたリンゴをパンの上に並べます。砂糖大さじ2、水大さじ1/2をフライパンに入れて、茶色になるまで中火で加熱します。カラメルをかけ、ミントをのせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。